はいどうも、百均です。今回キャンドゥに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ラゲッジスケール、こちら価格550円の商品で、アミファさんというところの商品になります。こちらね、別途別売りで CR2032 の電池が1個必要ということなんですけども、何に使うかっていうと、この旅行の荷物など吊り下げて軽量できるということで、ぶら下げて何キロかっていうのが分かる商品、これがキャンドゥの方でね新しく並んでおりました。以前ね、裏百均でテムでね買った中華製のね、この同じような商品売ってたのを買ったんですけど、まあそちらとね、ちょっとどんな感じで違いがあるか、はい、この辺もちょっと見てみようかなと思っております。とりあえずキャンドゥで売ってたということで、このタイプはねキャンドゥさんでしかちょっとないですね。このアミファさんというところのね軽量機、結構キャンドゥ行くとね変わった軽量、まあ、のスプーン型のやつとか売ってたんですけど、確かあれもアミファだったと思います。ということで、ちょっとこのぶら下げてね、まあ、吊り下げて軽量するタイプの、まあ、ラゲージスケール。最大軽量値は50キロまで測れるということなので、まあ、旅行行くときにね、スーツケースの荷物の重さ測ったりするのに使えるかなという感じで、ちょっとどんな商品か見ていきたいと思います。中は説明書と本体ですね。本体こんな感じになってます。これがね、まあ、本体で、ここに電池を入れる。あとはこれを引っ、ここに今ね、ベルトがついてるんですけど、これ広げちゃうと、どういう感じ？あ、こういう感じか。はい、こんな感じのベルトがついてます。このベルトに、まあ巻いて、ここへ引っ掛けて、で、これでね、持ち上げたら軽量されるんで、これを引っ張る力によって、重さが測れるというやつだと思います。説明書もね、ちゃんとついてるんですけど、まあまあそういう使い方にはなるかと思います。一応説明書にある仕様ですが、測定範囲と精度としては、最大軽量50キロ、最小は50グラム、軽量単位は、グラムとキロとあります。で、軽量誤差、プラスマイナス 3% ということですね。10キロ測った時に、まあ 0.3 キロ、それぐらいはちょっと誤差が出てる可能性はあります、ということです。機能としては単位の切り替え、ホールド機能。これなんて読むんだろう。風、風袋引き機能？なんて読むんですかね。はい。ちょっと読み方後で調べておきます。で、使用電池はリチウム電池 CR2032 1個。これは別売りです。作用温度0度から50度。オートパワーオフは約1分。サイズは 30×125×53mm ということですね。吊り下げ部分は含んでいません。この本体だけですね。で、材質は ABS 樹脂、鉄、ポリプロピレンということになってます。はい、もう本当に使い方は簡単で、まあ電池入れたら動く感じですかね。あとはもう引っ張るだけ。なのでまあボタンもね、電源ボタンしかありませんね。ああ、さっきの読み方がわかんないやつはもうこの、計量する袋や容器など、計量する対象以外の重さをあらかじめ引く機能ですと。ああ、最初に測って、その状況でメモリをリセット、電源ボタン2回でリセットされる。で、そっからもう1回測ればってことみたいですね。はい。じゃあちょっとまず電池入れてみましょうか。電池は後ろにここを開けると出てきますね。で、はい。2032のこのちょっと大きめの電池を、ここへセットします。はい。これでもう OK ですね。はい。ならこうやって出てきます。で、これ今0でしょ。で、この紐をね、まあ、仮に言うと、こうやって引っ張る。ぐーっと引っ張ると、ね、こうやって引っ張ってあげたら10キロぐらいは出てくる。まあ8キロぐらいですか。という感じで、まあこれをぶら下げたらね、重さが測れるっていうやつです。例えばこうやってペットボトルに引っ掛けて、できるかな？ちょっとなんとかやってみますか。これを、例えばね、こうやって引っ付けて、で、今0でしょ？これを持ち上げたら、はい、こうやって、0.16 キロっていう風に表示がされます。こうやって測ることができるみたいですね。でね、今ね、多分これ使い古しの電池使ったからかな。横にね、ここにね、ちゃんと電池が切れかかっている時は電池切れマークがちゃんと出る。まあ、この使った今電池ね、余ってたというか使い古しの電池を
ちょっと入れてみたんですよ。新品じゃなくて。はい。そうするともうすぐにね、電池切れマーク出てますね。この辺もちゃんとしっかり表示されるのはいい感じです。まあちょっとまだ使えそうなので、ちょっといくつかまた別のものを測ってみようかなと思うんですけど、何行こうかな。ちょっと例えばここにね、こういうちょっとスプレーがあったんですけど、このスプレーの重さ測ろうと思ったら、こいつにまたね、引っ掛けます。はい。で、これ持ち上げる。すると、ホールド機能がついてるんで、持ち上げただけでも、こうやって 0.07 キロっていう風に出てきます。意外に軽いな。え、これよりこっちの方が軽い？そんなことないよね。よいしょ。はい。これで測ったら今、0.89 キロですね。こういう感じで表示されるという。まあ、意外にこれ使いやすいんじゃないかなというふうに思います。こうやって外せるんで、普通にバッグとかもね、こうやって引っ掛けて使うことができる。前にね、テムかなんかで買ったやつがこっちなんですよ。このタイプ。これはね、こういうもうフックのタイプだったんで、まあ何かに引っ掛けたり、同じようにね、ベルトに引っ掛けてっていうのが必要でしたけども、これも同じようにね、測れるんかな。これさっき 0.89 だったんで、このスプレーね。これグッと持ち上げたら、まあなんか、ちょっと、まあ0.8 ぐらい。ちょっと誤差はあるのかな。どっちが正しいかは、だいぶ判断つきにくいです。ちなみにこの普通のスケールで測ってみると、例えばね、この、今回はこれちょっと液体なのでね、普通のこのスケールで測ると、89.4 ということなんで、ね、さっきの 0.89、こちら、キャンドゥで買ってきたものと、まあ、ほぼ同じ。はい。ということで、そこそこね、しっかり計測できてると思います。この水が 0.13。はい。まあ、ちょっと誤差はありますけどね、そこそこ測れてる感じはするかなと思います。借金。で、まあ、使わなければこうやって、表示は自動で消えて、またこれを押せば動きます。うん。で、さっき書いてあった、その、ゼロ設定みたいなやつ。こうすると、今ね、0.8 ってなって、これ2回押す。この状態で、この状態で、一部測ることもできるっていうやつですね。元の袋とかがあった場合には使えるというやつだったんで、まあ、ちょっとこの状態でね、測って、今これちょっと引っ張った状態でゼロなんですけど、はい。だから何もない状態だと、これが後ろね、表示が、これちょっと見えますかね。さっきちょっと引っ張った状態でゼロ設定したんですよね。だから、こうやって使うと、なんて読むんですかわかんないですけどね。逆引き使ってるんで、このマイナスが出てます。という感じでね、こちらのラゲッジスケール。まあ、よく旅行に行く方とかだと、スーツケースのね、飛行機乗るときに、スーツケースの重さ、結構気になること多いと思うんで、そういったのに活躍できる商品だと思いますので、まあ、旅行グッズの一つとして使えるし、まあ、家でもね、ちょっと重さ、袋とかで測るとにちょうどいいかと思います。気になる方、こちらね、キャンドゥの方で売ってましたんで、ちょっとチェックしてみてください。ジャンコードこちらになりますね。キャンドゥの方で売ってるアミファさんから出てたラゲッジスケール。こちら気になる方はキャンドゥチェックしてみてください。ちょっと他の100円ショップでは見かけない商品かと思いますので、まあキャンドゥがお近くにない方は、ちょっと難しいかもしれないんですが、はい、キャンドゥさんあればチェックしてみてはいかがかなと思います。で、このベルトですけど、ベルト部分がね、約28センチぐらいはありますね。全部で。ベルトだけだと、まあ、24センチ、23.5センチってとこですね。このベルトの部分。金属金具の部分まで入れると、28センチぐらいあるんですけど。こういった商品がありましたんで、これも気になった方、チェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということで今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。